オクテッドチャンネル、いつもご視聴いただきありがとうございます。オクテッドメンズファッションチャンネルの安藤です。はい、今回はですね、ハーフパンツ特集というか、この夏、僕のおすすめしたいハーフパンツ5000みたいな動画をね作らせてもらって、その時にちょろっとだけお話ししてたんですけど、あのディスクヤードのハーフパンツ今年セレクトしたアイテムがこうちょっと癖は強いんですけど、かっこいいなと、おしゃれだなということで今回選ばせてもらって、それがちょっと紹介できなかったんで、またねおいおい紹介しようかなと言ってたので、動画撮っていこうかなと思ってます。はい。で、まあ以前ね、おすすめのハーフパンツの時に、ね、出してたこうグレーのデニムのハーフパンツ、あれも本当にかっこよくて、コントラストも効いてて、こうディスクらしい加工感とか色合いだったりとかサイジング抜群だなとは思うんですけど、この二つもねやっぱりいいなと、どれも、かっこいいんで、それを紹介しながら、どんな感じで着てほしいかみたいな、こんな風に着たらかっこいいんじゃないのっていうご提案をしていこうかなと思います。はい。で、まずね、ナイロンの方から行きましょうか。はい。こっちですね。これはですね、マリンショーツって言って、ビーチサイドだったりとか、まあ、プールサイドだったりとか、こう、海上がった後なんかに、履いてもらってもすごくかっこいい、ショーツになってます。はい。これはですね、こう、めちゃくちゃ面白いなと思って選ばせてもらってきたんですけど、インポーターさんもすごく推してて、結構僕と体型が似てる方なんですけど、これいいよと、かっこいいよと、一押しだよっていう話をしてて、いや確かにこれはいいなと、ディスクらしい感じだなと思って、選んできましたと。はい、で何かっていうと、まずネイビーの、ナイロン地のハーフパンツなんですけど、こう見え感的にデニムを意識してるデザインになってます。こうステッチだったりとか、まあ、形もそうですし、あとこれ気づいた方いるかもしれないですけど、はい、ボタンフライになってるんですよね。で、ディスクヤードだとやっぱりここに赤耳ですね、赤タグみたいなのがついてると思うんですけど、そこのアイコンも、やっぱりついてると。で、まあもちろん、さっきお話したみたいにビーチで、こう、海沿いで履いてもらうのが本当にかっこいいかなとは思うんですけど、この雰囲気だったら、こう都会的にね、こう街で着てもらうのにも、全然通用するんじゃないかなと思ってます。今最近だと本当にスポーティーな服装とかね、トレンドになってますし、ここ数年、そういったアイテムをゲットしてるよっていう方だったりとか、そういった好みがね、こう思考が強くなってきたよっていう方もいると思うので、そういった人にもすごくおすすめしたい、ハーフパンツになってます。なので、下、スニーカーだったりとか、足元スポーティーに合わせて T シャツ1枚で夏とかは着こなしてもらってもすごくかっこいいかなと思いますし、何よりね、こうナイロンのこういったスポーティーな素材なのに、このデザイン性っていうのがすごく面白いし、ディスクヤードらしいなと思ってます。はい。まあ、個人的には僕は、こう、海行った時とか、上がって、こうちょっとどっか近くのところでお買い物したりとか、こうカフェ行ったりとか、ご飯食べるときなんかに、白 T とかリネンシャツ着て、こういうパンツを履いて、フラフラしてるのもすごくかっこいいなと思ってます。はい、で、次はですね、スウェットパンツですね。はい。わかりますかね？今ちょっと広げたときに若干違和感あった方もいるかもしれないですけど、形がすごい特徴的ですよね。はい。すごく幅の広くてワイドなシルエットになってます。だここ最近はね、前の動画でもお話ししてますけど、ストリート系、カジュアル系の服装では、こういったハーフパンツも、ワイドなシルエットのものが多くなってきてるかなと思います。それはやっぱり T シャツとか、上がこう緩くなってるのに対して、ハーフパンツピタピタだと、ミスマッチにアンバランスになってしまうんで、やっぱりパンツのシルエットも変わってきてます。まあそういったトレンドを意識した、スウェットのね、ハーフパンツになってます。はい。まあ素材スウェットなので、本当に気軽に、こうラフに使ってもらって、こうガシ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 履いていくような、イメージで大丈夫かなと思います。ただ、
やっぱり普通のグレーのスウェットパンツとかを選んでしまうと、まあ、ちょっと差別化するの難しいという方には、こういったサイジングだったりとか、デザインだったりとか、こう、まあ、ブランドのアイコンだったりとか、そういった、ファッション性のあるものがいいんじゃないかなと思います。で、これなんかも特に、この、わかります?めちゃくちゃ細かいところですけど、まあ、ドローコードのね、先に、こう、金具がね、ついてるんですけど、めちゃくちゃ重厚感ある、高級感のある素材を使ってたりとか、まあ、ちゃんとこう、刻印?はい、D2 っていう風に入ってたりするんですけど、そんなこだわり、いるのかっていうぐらい、はい、すごく凝ってるなと思います。こう見た感じは結構抵抗がある方が多いんですよ。これかっこいいの?とか、って思う方いるかもしれないですけど、大丈夫です。履いたらめちゃくちゃかっこいいです。はい。なんで、合わせてみると、やっぱりワイドな T シャツとは本当に相性が良くて、で、サイジングも本当に今らしくて、大人の方でも、ちょっとやんちゃな雰囲気は若干出るんですけど、そういったところも楽しんでもらえたらいいのかなと思います。まあ、ちょい悪じゃないですけど、そういった雰囲気もね、楽しめればいいのかなと思います。はい。で、あとちょっとまあ話長くなっちゃいますけど、あとアイコンのこのペイントの感じですね。はい、これもまたちょっとディスクらしくて面白いなと思ってて、ただ刺繍をしたりとか、こうプリントしてあるだけじゃなくて、こうペイントでこうシャーっとやったようなこうニュアンスのあるような、加工デザインになってます。すごいかっこいいですね。まあこういった感じで、ディスクヤードさんのねハーフパンツ、今年は3つかな、セレクトさせてもらって、これの色違いのホワイトなんかもあるので、まあ、ぜひディスク好きだよっていう方だったりとか、ちょっと、ハーフパンツ今いいのないかなって探してる方は、ぜひねこのあたりはこう履いてみて試してもらえたらすごく嬉しいなと思います。はい。というわけで、僕らの動画は毎日8時に更新してます。ぜひ、こういったね新作紹介以外にも着こなし方とかハウトゥーみたいなところもお話ししているので、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、あとですね、SNS を、LINE と Instagram ですねやってます。はい、こちらはお店のイベント情報とか、新作の情報を、ね、いち早くゲットできるので、ぜひ、登録してみてください。はい、というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。